こんにちは、ビハイア株式会社の松村です。弊社ですね、アニメ、ゲーム、漫画業界に特化して専門の求人サイト、ラクジョブ、こちら運営しております。で、今回ですね、デザイナーさんになるにはというところで一つお話しさせていただきたいと思います。まあ、デザイナーさん目指される方、特に 2D で絵を描いて仕事したいっていう方はですね、多くいらっしゃると思います。で、やはりですね、デザイナーさん目指される方なのであれば、とにかくですね、これはもう描き続ける、それが一番近道です。仕事がですね、例えば今デザイン関係で絵を描くことを仕事にしていないという方であっても、時間を見つけて、時間を作って、そこをですねやっていくっていうのは非常に大切なポイントになるかと思います。で、やはりですね、自分が例えばその 2D で仕事を、ゲームでデザインの仕事をするってなれば、言うなれば一日中その絵を描く仕事っていうのをするわけですから、そこでですね、ちょっとの時間できないようでは、やはりですね、それは本当にしたいことなのかどうかっていうのはですね、逆に、考えてみる必要があるぐらいのことなのではないかと思います。2D のデザイナー、もちろんですね、今いろいろあります。バナー作ったりだとか、キャラクターだけじゃなくって、背景とか UI とか武器とか、いろいろゲームにはですね、そのデザインっていうのはあるので、そこのですね、自分が一番好きな部分のデザインっていうのはですね、もちろんやっていいんですけれども、それ以外のデザインもですね、できるスキルっていうのはある方はもちろん歓迎されますので、今実際にですね、どういうスキルがある方っていうのが求められているのかっていう客観的な情報をもとに、自分の空き時間を使って、絵を描いてみる、それぐらいのことができる方っていうのは、やっぱ客観的な能力もあるなっていうふうに企業の側の評価も非常に高くつきますので、転職に関しても成功する可能性というのは非常に高いのではないかと思います。ぜひですね、興味のある方、お話の方を参考にしていただきまして、実際ですね、転職に関して興味のある方いらっしゃったら、ラクジョブ、こちらも検索して、見ていただけると幸いです。どうぞよろしくお願いします。それでは。